世界を変えるための17の目標 SDGs。 高校生と一緒に私たちの未来を考えます。僕見たことないんですけど、先輩あります？これはないわ。大平君ある？俺はないですけど、超楽しみです。丸亀高校の生徒がやってきたのは、愛媛県の造船会社今治造船の丸亀事業本部です。まずは今治造船で作られた船を見せてもらいます。あれがですね、当社で作っている船です。大きいですよね。はい、壮観ですね。建物みたいですもんね。いや、ほんまにスケールビルやん。丸亀工場ではですね、今皆さんの目の前にあるようなコンテナを運ぶような船を作っています。でこちらがですね、1万1000個のコンテナを一気に運ぶことのできる1万1000個積みコンテナ運搬船と呼ばれるものになります。こちらの船なんですけれども、全長が約333メーター、幅が48メーター、深さが 26.8メーターでして、活躍するのが日本ではなくてですね、海外と海外とを結ぶような船になりますので、しかも一度にたくさんのコンテナを積むというような製品になっているので、やはりこれだけのちょっとサイズ感がいるというような形になってます。壮観一言です。ほんま迫力がすごい。今治造船ではコンテナの他にも石油や自動車など主に貨物を運ぶ船を製造しています。一隻あたりにどのぐらい作るのに時間がかかるんですか？そうですね、例えばなんですけれども、短い船で行きますと、例えば1年とかそれぐらいの期間でこう作り上げることができるんですが、船は設計作業が必要になったりするので、やはりお客さんが私この船欲しいんですと言ってからですね、やはりお手元に届くまで3年とか4年ぐらいの期間はかかるものと思ってください。では船はどのように作られているのか、その設計と作業のポイントに注目します。皆さんも私たちの身近な SDGs について考えましょう。